こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は、かつ、故事金毛です。かつという字に対し、これを説明する意味で次に続く四字を加えたもの、金毛とは金毛の獅子の略で、金色に輝く毛を有した獅子の王のこと、これが地にうずくまって獲物を伺っているということ、全身に気力がみなぎって、寄りつく隙もなく、鋭い吉報を内に秘めている前奏の威風を言います。今から、かつ、故事金毛を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。